はい、早川さん、3ヶ月間本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いろいろと3ヶ月ありましたそうですね、はい、ありました。このモニターを、ね、受けていただいて、はい、3ヶ月過ごしたわけですが、はい、ぜひここで皆さんにちょっとお伝えいただければと思いますので、はい、3つほどですね、質問させていただきながらお答えいただきたいと思います。はい、まずですね、なぜこのモニターを受けようと思いましたか？やっぱ年齢的なものもあると思うんですけど、はい、同じものを食べてても太る、うん、同じことをしても痩せないっていうのをすごい感じてきてた時期で、はい、で一時期砂糖をやめてたんですけど、甘いものは好きだけど砂糖は食べないようにしてた時は、割とこうラインが、同じ体重でも体もこう、特に腰回りとかお腹回りのラインが割とすっきりしてきた時期があったんですけど、うん、ちょっとやっぱり食べ始めると砂糖って麻薬っていうじゃないですか。結構まあ当たり前のようにアイスクリームを食べたりとか、うん、チョコレートを食べたりっていう生活にちょっとなってきたなと思ってたら、やっぱり体重が変わらなくても、うん、こう体型が変わったなって思って、うん、でも夏になってきて紫外線も嫌だから外で運動するのも嫌だし、なんか毎日毎日時間がない時もあるし、でも痩せたいなって思ってた時にすごいいいタイミングでモニターの話をいただいたので、もう即決でお願いしますってメールを打ったんですけど。なるほど、はい、それが最初のきっかけだったんですね。正直楽してスタイルを良くしたいっていうのには最適だなと思ったので、はい、すぐ飛びつきました。そうですよね、はい実際受けてみてどうでしたかね、1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目と。そうですね、まずその何かをしなきゃいけないっていうものじゃないので、うんうん、まあ、マッサージはありますけど、もともとお風呂上がりに保湿のためのマッサージとかは割とやる方だったので、うん、私にとっては全然こうわざわざ何十分もかけて何かをしなきゃいけないっていうことではないので、うん、ただ朝晩そのつけて、ローションつけて、うん、腹巻きをして寝るとか過ごすっていうだけでよかったので、全然こう時間的な負担とかがないの で、はい、でかつ私は結構冷え性なの で、 そうでした、ね、はい、夏でも結構布団かぶって寝てるぐらいなので、はい、そのむしろあったかくて腰が特に冷えない、お腹が冷えないっていうこともあったので、はい、内臓の調子もすごい安定したなって思いました。特に、ね、早川さんの場合はお仕事上移動も多いですし、出張もね本当に多くて、この時期特に出張ですよね。その間ねずっと腹巻きつけていましたとか。そうなんですが、なんかホテルとかって自分の家みたいに寒くても余分に着るものも急になければ、うん、お布団とかも自分のお布団でもないし、うん、かといってエアコンは嫌いなのでつけちゃうと体調も崩してしまうので、うん、腰をやっぱ温めてるだけでも全然こう体の冷えが全く違うし、やっぱ自分が使ってる腹巻きとは素材が違うからか、うん、その全身の頭の糸は全然違ったと思います、うん、はい、確かに不規則な、ね、生活の中で、うん、本当にできない日もありながらも、うん、ずっと一日中ね腹巻き巻いてる日もあったりとか、なんかこうなんていうか機械を持ってくとかだと、もし、うん、多分出張には持っていけなかったと思うんですけど、うん、まあ、畳めば本当にこれぐらいっていう、まあ、1枚下着が増えるぐらいの分量なので、はい、それはもう全然構わず持っていけれるっていうのも、うん、継続できるポイントというか、うん、無理なく本当そうだと思います。はい、ありがとうございます。いいと思います。では結果はこの3ヶ月間モニターもしていただいたんですが、はい、どのように精神的にというか気持ちもね変わったかっていうと何かありますか？はい、そうですね、なんか本当申し訳ないんですけど、はい、そのたまたまこの3ヶ月間に出張がたくさん入ってしまって去年はこんなになかったんですよ。でもなんか出張入るとどうしてもお腹空いてないのに限定とか見るともう食べちゃうし、ご当地グルメ、そうなんですよ、まだ食事のタイミングじゃなくてもその時間しか食べれないと、そこでしか食べれないって見ちゃうと食べちゃう方だったので、モニターしてるから本当はこんなに食べ過ぎちゃダメなんだろうなと思いながら天秤にかけるんですけど食欲がかかっちゃうんですよ。申し訳ないなと思ったんですけど、じゃあやばい、なんか採寸するのにサイズがあって、今までだったら多分もっと増えてたと思うんですけど、なんか結果そんなに普段より食べてたにもかかわらず変わらないとか、むしろ減ってるっていうタイミングがあったりとかして、それがなければでももっと綺麗にサイズをしてたと思うんですけど、でもあんなに食べてたのに変わらないとか、確か10センチ以上、そうですね、3ヶ月でそれぐらい、ただ
先人で見えない部分で、うん、今まで例えばちょっとこうカービィダンス的なものとか、はい、まあ、ヨガとかウォーキングとかっていろんなこう運動をやったりとか、はい、あとまあ食事とかの多少の制限とかなくはないんですけど、うん、なんか今回こう毎日鏡を見るじゃないですか、はい、なんか嫌でもそのマッサージをしなきゃいけない、うん、で毎日あれだけ自分のこう体型を客観視しながら触ってると、あ、昨日よりこの辺がちょっとなんか重いから減らさなきゃなって無意識のうちに思えたりとか、あとやっぱラインが変わってきたりとか見てると意識がすごく、多分毎日見るっていうことがすごく影響をしている気もするし、あの今まであまり意識してない後ろ側のカーブがね、綺麗にね、そうですね、そげるみたいなイメージで、別に特にここに何かしてるわけじゃないのに、なんか変わり方が女性らしくなったというか、だからやっぱあんまり年を取って無理に痩せてしまうと、実際友達を見てて老けたなって思う人とかいるんですよね。シワになってしまってたりとか、なんかしぼんだみたいな、そこちょっと若い時と違うと思うんですけど、それを見てるとスタイルは良くなりたいけど痩せたいっていうのはちょっとこう違うというか、無理に痩せてしまうと老けちゃったり、肌がちょっとしぼんだみたいな感じになっちゃうのが嫌だったので、はい、こういうダイエットの仕方とか、うん、まあ、綺麗、体をきれいにするっていうのでは、はい、すごく友達にぜひ進めたいなと思いました。ありがとうございます、はい、そうですね、また、ね、今後もご活躍期待しております。頑張ります、はい、これになんか終わらずにこの先もちょっと継続して健康に綺麗な体を目指したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。